前向きな人っていうのはやっぱりそういう人って美しいなと思うし、魂がもう純粋に綺麗だなって思いますね。あなたの世界のヴィーナス、杉口かのでございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって大好きな彼をお金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、今日のテーマは私が思う魂の美しい人ってこういう人だなっていうことをお話ししていきたいなと思います。外見で美しいとかだったらさ、例えば美人だとかお肌が綺麗とかさ、スタイルがいいとか、そういった分かりやすい好みとかがあると思うんですけど、魂って見えないよね。じゃあ魂が美しい人、魂の純度が高い人ってこういう人だなっていうことをね、今日はお話ししていきたいなと思います。はい、それでは早速いってみましょう。私たち人間ってみんな魂を持って生まれてきてますよね。で、この地球に生まれてきてる意味っていうのは、もともとね、私たちの魂は地球にやってくる前に一つの魂で、それをね、ワンですとも言われているんですけども、その魂がポンってこう地球に降り立っていって、この地球上でいろんな経験をして魂の純度をどんどん上げていって、またこの地球での学びが終わって人間としての務めを終えたら、また魂に元に戻るっていうことを、していると言われているんですよね。地球に今生きている私たちっていうのは、魂をよりよくね、美しくね、透明度を上げるためにここの地球に生まれてきているって言われてるんですね。はい、本来のその人間としての目的で、当然その使命とかさ、この地球でやりたいこととかってそれぞれ違うし、この地球に生まれてくる前にもう決めてきているんですけれども、でもみんな共通してあることが、魂の年齢を上げるとか魂の経験を積むっていうことなんですよね。で、私が思うその魂が綺麗な人の特徴について、私もですね、こういった話ってあんまり普段 YouTube でしていなかったんだけれども、もういつぐらいだ、もう中学生とかそれぐらいの時から、ものすごくこういったその目に見えない世界とかスピリチュアルの話がすごく好きで、私のね、クライアントさんとかクローズの場所とかでお話してるんですけども、昔で言ったら幽霊が見えたりとか、からしばりに会う日が分かったりとか、声とかも聞こえたり、怖い思いもしたしいい思いもしたりもしてるんでしょうね。幽霊みたいな存在も経験しているからこそ、それはそうなんだなって、思っていました。だからそういった経験から見えない世界の学びを深めることがすごく好きで、たくさんも本も読んだり、もうずっと動画流したりとか、これ潜在意識ですね。この、顕在意識、潜在意識って言われているこの潜在意識、脳の 97% この宇宙とつながっている潜在意識にアクセスする時間をたくさん取ったりとか、そういうことをして私はこれまで生きてきました。潜在意識の力を使うことによって、その未来ってね、自分の思い通りに切り開いていくことができるんですよね。ちょっと話がそれましたが、何が言いたかったかっていうと、昔からもうそういう見えない世界とかスピリチュアルな話っていうのは自分の中では普通だったんですよね。今でこそ割とスピリチュアルとか精神世界の話とかって、ありふれた感じですけれども、一昔前とかだったら宗教とか、私親にも宗教してんのって言われたりとか、ごめんなさい、宗教してる方に対しての批判じゃありません。それはもう個人の自由だし、でも私は宗教にどうにも属していないんですよね。だけれどもそういう風な目に見られたこともあったし、でもね、職場でさ、なんか私の宗教ができたことありますね。杉口教団みたいな。ちょっとりあんちゃん向こう行っといて。ぴょん。ありがとう。そんな私がね、思うね。また来たの？ここにいるの。もう横にピトリとくっついてます、レオンくんは。はい、でそんな私が思う魂の美しい人、綺麗な人っていうのはですね、これはもう間違いなく言えることがですね、常日頃から愛の言葉がある人、ありがとうとか嬉しいよとか、そういう愛の言葉をたくさん言ってる人は分かりやすいですよね。当然そういうポジティブな言葉を発してる人って自分でその言葉を聞いているから、どんどんそのいいエネルギーを自分に浴びせている状態だし、自分の中で高波動を循環させて、また人に対しても同じように愛の言葉のシャワーをプレゼントして、また受け取って、どんどん現実世界に愛のエネルギーが増えていっている、拡大している状態ですよね。当然ね、愛のある言葉をたくさん言った方がいいよっていうのは、それはもう絶対そうだよね。愛情の部分でも魂の年齢がこの人すごく魂が綺麗だな、美しいだなと思う方って、私が思うに言葉って何とでも言えるじゃない、実際行動なんですよ。人間が持っているものってエゴですよね。私利私欲とかエゴとか、あと、男性性が強い人とか、数字とか勝ち負け志向が強い人とかって他人を負けさせて自分を勝たすみたいな、なんか相手を落として自分の株を上げるとか。例えば世の中、ビジネスでも、市場がありますよね。自分がシェアを奪いたい、自分のシェアを脅かす存在は徹底的に排除したいとか、こういう方っていうのはその愛情が不足しているかなって思うんですよ。だってさ、先ほど言った通り、もともとは魂は一つでワンネスなんですよ。誰かが成功する、誰かが幸せになる、だから自分の何かが奪われるってことってないじゃない。でも自分の中に愛情がなかったりとか、有限思考であれば奪われるっていう感覚になっちゃうんだよね。有限思考っていうのは目に見えるものを信じていないから有限思考なんですよ。例えば分かりやすく言ったら、そうだな、今目の前にこのブラシがあるから、例えばこのアベノのブラシがさ、これ3000円台だったと思うんですけど、仮にこのブラシが30万として、これが欲しいと思ってるとしましょう。でも数が限られているじゃない、お店とかだったらね。お店に行っても5個しか売ってないみたいな。でこれが有限思考なんですよ。あと1個で売れちゃう、だからもう全部自分が奪っておきたいみたいな。この世界は他人を脅かす必要もないし、有限思考じゃないから、常に繁栄の世界、勝ち負け思考、有限思考、エゴが強い人、他人の存在が自分の地位とか立場とか何か奪われるっていう意識がこの辺にちょっとある方っていうのは、他人を自分の大切にしているものを守るために誰かを落としたり独り占めしちゃうような人、こういう方よりも他人に与えたいとか、その自分だけが得をするじゃなくて、みんながハッピーになる循環をすることに対して前向きな人っていうのは、やっぱりそういう人って美しいなと思うし、魂がもう純粋に綺麗だなって思いますね。私が起業初期の話なんですけど、私もこのビジネスをしてすぐに売れちゃったんですよ。売れちゃったっていうか、売れましたね。早かったですね。すぐ売れた。だから同じように恋愛のお仕事をしてる人からやっかみをされたことがあって、なんでそれやっかみが分かったかって言ったら、一緒に仕事をしている人いっぱいいるじゃないですか、私とね。デザイナーさんであったりとか、ホームページの方とかさ、スタッフとかいろいろいる中で言ってくれるの。この人のブログでかなさんのことをめちゃめちゃ書いてるとか、インスタグラムでとか、インスタグラム見に行ったら私ブロックされてたりとか、私面識ないのにブロックされたりとかしてて、なんでみたいな。他の人から聞いたら、なんかインスタグラムとかもかなさんのやつをちょっと引用なんかちょっと寄せてるとか似せてるとか、そういうの聞いたりとか。で私はなんか見に行けない、なんか勝手にライバル意識されちゃって見れないみたいな状態があったりとか。でこういうことって1人とかじゃなくて何人かいらっしゃったんですよね。そういう時にすごく思ったことが、私が活躍するからその方たちの例えば活躍が落ちるとか奪われるとかって絶対ないと思うんですよ。だからマインド変えたらめちゃめちゃ楽なのになーって思ったんですよね。魂が美しい方ってとにかく愛にあふれているし、その愛って無限じゃない？無限だから奪い合いじゃないの。誰かが得をしたり、誰かがハッピーになったり、誰かが愛されていたり、誰か豊かになったり、とにかく誰かさんがハッピーになったことによってあなたの幸せは変わんないんですよ。これをね、なんかすごい今日お話したいなと思って、もうご覧の通りめちゃくちゃ眠い顔をしてるんですけど、今夜何時早くお風呂入りたいって感じなんですけど、そう、もう YouTube 撮っとかないとと思って、私をね、その普段エグゼクティブ効果になるヴィーナス婚活塾という、愛も富も美も手に入れ人生レベルでステージアップをするという婚活スクールを運営していて、婚活っていうのを魂の婚活って言ってるんですよね。自分の魂を磨いていくこと、純度を上げていくこと、よりよく美しくなっていくこと、ぶれない軸がぐっともうドーンってこう支柱が自分の中にね鎮座するというか、ドンって居座る状態。自分の幸せは世界の幸せになってくるし、幸せってもう映るから、だから誰かが幸せになったら絶対それが巡り巡って自分にもやってくるし、私が思う魂が美しい方っていうのは今の現代社会においては SNS 社会がゆえに影響力を持つイコール人気者だとか、影響力を持つことで人気者イコール素晴らしい人間だとか思う方も当然いると思うんですよ。でも実際私はそれってイコールじゃないと思っていて、だから SNS やってない人で全然影響力がなくても、この人本当に魂もしびれるぐらい美しい、もう本当に私この人の爪の垢を1000つ飲みたいわっていう人もいるし、逆にこの人すっごい SNS でものすごいなんか人気爆発的で、影響力がおありなんだろうけれども、実際のところそうじゃないだろうなって魂レベルで感じる方もいます。私の感受性が感じていることだから、別に否定とかそういう意味ではないですよ。否定じゃなくてただの感想ってやつ、気持ちが入ってない感想婚活でも男性のスペックが高いからその男性が素晴らしいって思いがちですけれども、本当は魂レベルでお相手のことを見ることができたら本当の魅力を知ることになるので、ぜひ、この動画を見てくださってる皆さん、人間的魅力ですよ。やっぱりこうやって私も YouTube で撮って YouTube で喋っているから、もしかするといやお前はどうなんだってね当然思われる方もいらっしゃると思います。確かにな、私も当然完璧な人間じゃないし未熟者だから、まだまだ磨かないといけないはい。じゃあ今日の動画はここまでにしたいなと思います。公式 LINE ではどんな女性も一度男性から愛される方法 7days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。平日の毎朝ね、読むだけでハッピーになるメールマガジンを配信しておりますので、ぜひ私と公式 LINE とお友達になってください。公式 LINE にご登録いただきますと、メールマガジンのリンクが載っておりますので、そちらからご登録することができます。今日はですね、いつもはペラ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 って喋るところを魂のお話をさせていただきました。なんか思った時にこれ撮影したいなと思って撮影しました。どこかね皆さんの心に引っかかって学びや気づきがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、 YouTube これからも配信してまいりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。それではりょうくんもいましたよ。にゃっ、またねー。You always